福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースのゲームを、回は4回の表、タイガース打順よく1番から始まります。バッターはいじりさわ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ホークスリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差は となりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インコース落としました。引っ張った、ファーストが取る、これで3アウト、試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。